13日、日本時間14日、ジャイアンツ・ドジャース、サンフランシスコ。ドジャースの大谷翔平選手が、敵地でのジャイアンツ戦に、2番 DH で先発復帰し、今季18度目のマルチ安打と6日のマーリンズ戦以来7日ぶりの打点をマークした。1対3の5回、西三塁での第3打席、フルカウントから右腕、ヒックスの変化球を引っ掛けたが、快速を生かして2塁への内野安打。 三塁走者が生還し、1点を返した。第1打席ではオラクルパークでは自身初となるヒットを放っており、出場2試合ぶりのマルチアンダ腰の張りを訴えて前日のパドレス戦を欠場したが、順調な回復ぶりを印象付けた。大谷は3回の第2打席で閉殺崩れで出塁。続くフリーマンの打席で二投を試みて飛び出すと、投手から一塁。 一塁から遊撃への悪送球で一気に三塁まで進塁。しかし、一塁手の失策と盗塁死が記録され、今季10度目の盗塁で初の失敗となった。昨季、FA 交渉で最終候補に残ったとされるジャイアンツとの一戦。オラクルパークではいまだノーアーチだが、右翼スタンドの後方は海が広がる球場で、日本選手初のスプラッシュヒットは飛び出すか注目される。 ドジャースは初回、先頭打者のベッツが右翼席に本塁打を放ち先制。5連勝を目指す先発の山本義信投手は1対0で迎えた2回1・1・2塁から8番のマトスに今季初本塁打となる左翼へのスリーランを浴び、逆転を許し、5回まで3失点。